さんこんにちは、福戸恵美津子です。本日は福戸恵美津子オフということで、最近ねお忙しい日々をちょっと過ごしてたので、久しぶりに息抜きというか、なんかレジャーの遊びがしたいというお願いをおにぎりこと渡辺マネージャーが組んでくださり、なんと釣りにやってきました。なんかオフの福戸に密着みたいな感じで見てくれると嬉しいです。ということで、今から後悔に出たいと思います。後悔のないように楽しんでいきます。こんななんかさ、外でさ、レジャーの福戸に密着してやるとか、服装とか全然変わんないんだけど今日は汚れてもいい服、濡れてもいい服って言われたんで、もう結構3年選手ぐらいの服たちをかき集めて、ちなみに私このね、ウキシーっていうブランドの服をよく着てるんですけど、なんかロキシーの、なんていうの、スポンサーがロキシーなのってたまにさ、コメントで書いてある。一回さ、買った服ってさ、こうネットで買ってもさ、どんな生地とかさ、わかるじゃないですか。だから私、同じブランドの服しか買わないんですよ。依存体質なの、誰に対しても、何に対しても。
恥ずかしいですね、皆様。馬面はぎだったらどうしよう。でかくない？寄る？めっちゃ臭くない？